上手な人と下手な人の決定的なスイングの差です。結論は、うん、皆さんこんにちは、山田です。はい、今回の動画はですね、サムネタイトルにもあります、上手な人と、あんま僕は下手な人って言いたくないんですけど、下手な人、うん、まあ分かりやすくね、うん、下手な人の決定的なスイングの差です。一つだけあります。一つだけ、一つだけ、あるポイントができてないと全くうまくヒットしませんよっていうポイントが一つだけあります。うん、それが上手な人と下手な人の差っていうことなんで、うん、このスイングのポイントの差を今日は皆さんに理解していただいて確実にやめていただくと。なるほど、はい、そうすると比較的速攻で上手くなる可能性が高いです。お、はい、まあ、その理由まで合わせて説明していきますので、この動画ぜひ最後までご覧になって参考にしてみてください。メンバーシップ始めます。動画だけ見てても本当に上手くなれるっていう番組にしたいんですよ。それでは早速説明をしていきましょう。でですよ、まあ下手な人と上手な人って分けましたけど、はい、まあ、僕の中で、まあ、上級者と上級者以外で分けさせてもらいます。なるほど。はい。で、上級者はじゃあどの辺なんだって多分人によって変わりますよね。まあそうですね。まあ僕の中ですよ、ほんと一個人のイメージ、上級者って言われるとは、はい、まあ、70代そこそこ出せる人。なるほど、なるほど。が、まあ上級者かなと。ずっと上、70代が出るっていう感じじゃなくてね。うん。これってもちろんスコア暴れる。僕でも80打つときありますし。まあまあ。85打つときありますから。はい。なんなら、ちょっと前に寝ずにゴルフ行ったらハーフ50打ったんだね。そういうこともありますから。はい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 。寝ずにゴルフ。まあね。あの時何や、2日間寝んかったんか。あの時はね。そう。2日間寝れずに、コンペに行って、昼ご飯にビールを飲んだら、もうそのまま。もう視界が甘くなって気づいたら50を打つという大失態をかましたわけなんですけども、そういうこともありますから。それはさすがにありますからね。はいはいはい、はい、それはいいんですよ、そんなこと。うん。でそういうことではなくてですね、そのスイングの差ってところで、その上級者と、まあ、上級者以外っていうところで、うん、何ができてないとうまく打てないのかっていうと、まず結論は、うん、右足の使い方なんです。ほう。はい。で実はゴルフ場で別の動画で結構同じような近いことは言ってるんですけど、今日はここもう少し詳しくして喋りたいんですけど、はいはい、はい、まあ、結論だけ先に言ってからなぜかっていうのを説明していきます。はい。結論は右足がしっかりと内側にシフトするような動きをできているかどうかです。あ、要はこういう動きなのかこういう動きなのかなんですね、うん、はい、いやいやいや、こういうプロゴルファーもいるじゃん、こういう上級者もいるじゃんって思ったかもしれないんですが、確かにいます。いなくはないですね。はい、いなくはないです、うん、ただ圧倒数少ないです。もうそうですね、はい、相当少ないです。はいはい。大体の人はどんな選手であれ、まあ、多少こうかかとが浮くとかありますけど、大体こっちです。そうですね、はい、どんな上級者も。はいはいはい。なぜかってことなんですけど、うん、この右足一つで打点が変わるからです。打点が変わる、はい、例えばですよ、この足をこっちに動かす、まあ動いたときに重心って当たり前ですけど左乗ってきますよね。はいはい。左乗ってかつ腰が切れて体が左へ回っていく、うん、こういう流れになっていますと。ここまでは分かりますね。はいはい。じゃあこれを右に残したままやったらちょっと痛いし戻っちゃいますよね。うん、まあ、つまりできないんです、こんな風に。なるほど。はい。ここで勘のいい人は分かったかもしれません。これ何が上級者と変わるのかというと、はい、これができるだけでさっき言った打点が変わる。つまり、ダウンブローに入るか入らないかが決まるんです。はい、で、ダウンブローに入る、ダウンブローに入らないが、なぜ上級者とその上級者以外で分けてしまうのかっていうところなんですけど、結論は、下から入るイコール地面の影響を受けますよね。うん。より強く地面の影響を受けます。うん、ラフ、フェアウェイバンカー、
ディボット、うん、まあ、例えば水で濡れてる、はい、その他もろもろ傾斜、うん、はい、いろんな状況がゴルフ場にはあります、はい、もちろん最下点が手前に来ればこの影響すべて受けますね。ははい、でもちゃんと重心のコントロールができて、うん、ダウンブローに入ればこの影響は受けません。なるほど。つまりミート率が格段に向上する、はいはい、ミート率が格段に向上すれば当たり前ですけどフェースの開閉も少なくなるので方向性も抜群に合いやすくなる、うん、だからちゃんと飛んでくしミスしても知れたミスになる、うん、セカンドでとんでもないミスをしない、うん、オーダーブルして5ヤードしか飛ばないとかそういうミスもなくなるわけですよ。はいはいはい、はい、だからまあ僕は決定的な差ってところでこの右足の動きっていうふうにご紹介をさせていただいたんですけども、はい、うーん、なるほど、はい、じゃあどうしたいのということですよ。もう平たく一つ右足のくるぶし もしくは土踏まずの内側、うん、切り返しと同時に地面に押し当てにいてください。もうこれだけでいいですイメージは。はい、これをするだけである程度もう左にシフトするし下半身も回り出す、ね、うん、最初多分これをやるとほとんどの人は右に残った感じがすると思います。右に残った感じ、あ、ごめんなさい、左に突っ込んだ感じ、あ、はいはいはい、逆ですね左に突っ込んだ感じすると思います、はいはいはい、ですがそれぐらいでウェイトシフトとしてはちょうどいいです。結構その場回転その場回転って僕も言うからその場を意識すぎる方多いんですけど、うん、実際それで回転することってほぼその場回転なんですよ。なるほど、はい、多くの人はその場その場っていうとちょっと右に残る回転にむしろ右側で回る動きの方が強くなっちゃうので、うん、それぐらいちょっと意識してあげた方がいいのかなという感じです。なるほど、はい、これだけでだいぶ変わるし多分カメラマン翔吾もちょっと右残る節はまだあるんで絶対できないとダメってわけじゃないけどもたまにやっぱ大ミスするときあるじゃん。ありますあります、うん、だからまあそういうのはこれで出てるんだよっていうところをちょっと覚えてほしいんでちょっと今から試しにやっていただきましょう。あ、はい、おう、はい、それでは早速やっていただきましょう。はい、はい、右足の内側、まあ、くるぶしを地面に押し当てるようにいきます。そう、どうですか？分厚く入りますね、やっぱ。分厚く入るでしょ。これね、やってもらった人みんな、パーソナル来た人も生徒さんもみんな言います。いつもより分厚い。はい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 。上から入った感じがする。分厚いです。なんか抵抗が大きいというか、いつもより。そう。めちゃくちゃいいじゃん、これ。結構いい感じに動いてる。あれ？めちゃくちゃいい。はい。めちゃくちゃいいですよね。高々しちゃった。で、下半身も回ってるからね。はい。まあ、いつもね、このカメラマンショーで少し詰まるような動きをすることが多いんですが。それか。はい。どうしても少しこう、左にはシフトできるけど、ちょっとこういう状態なわけ。はいはいはい。ちょっと行くとこなくなって詰まって、振ってからうーみたいな感じになる。はい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 、はい。今みたいにすると、まあ、前の動画とかで僕ここでこう、指がこっちに入るようにしましょうっていう動きも、実際は回転するとも自然にできちゃうわけ。だからプロゴルファーってこうやって上がるわけですよ。うん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 。みんなこうやって上がるじゃんね。こう、こういう感じで、ひょこんと上がってくじゃん。はいはいはい。まあ、もちろんこの足だけってわけでもないんだけども、まあ、ある程度これだけでもだいぶ回転とバランスはもう合いやすくなります。はい、なんでこの意識をしましょうねっていう。でカメラマンショーも今やらせのように多分視聴者さん思ったと思うけどマジで一発で音変わってるから。変わった。なんならちょっと普通にやってもらえばよかったね。いつも通り最初にすごい良くなったね。多分でもこれ多分やらせだと思ってる人もおると思うしょうがないこればっかりはねいくら言ってもね。いやでも僕はとても気持ちいいんで今、うん、まあ、そうやね。もうすでに満足そうな顔してますからねカメラの裏で、はい、っていうことなんですけど、はい、まあ、これやるだけで本当に変わりますね。変わったでしょ。いやめちゃめちゃ良かったですよ。割と速攻性のある内容なんで、これかなり速攻性あると思います、うん、そう、ある程度まあスイングができてるっていうのはポイントなんですけれども、あとはその打点の位置っていうのはこれだけで変わるし、これができるようになるとゴルフ場でセカンドとかもある程度ミート率向上しやすいから、うんうんうん、なんでぜひとも皆さんねこれちょっと続けていただいてぜひ試してみてください。カメラマン翔吾も劇的な進化にびっくりしましたかね。びっくりです。もうはい、ラウンド行きたい早く。
いやまあ、ラウンド来たよね。あんだけ打てるラウンド来たよね。はい。多分すげえいいターフ取れてるからね。芝の上から打ちたいですよ、あれは。あれやるだけでやっぱりこう、すごい劇的に変わる人も多いし、まあさっきも言ったように上級者と上級者以外の方の大きな差でもあるんで、まあ、ぜひね、理解してやっていただくだけで多分だいぶ変わるかなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと。